ユーストリームをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ来ましたね。始まりましたね。ミュージックコンプレッション2013、はい、この日がやってまいりました。始まりました。今年も素晴らしいメンツが揃ってますよ。うん、まずは、新人中山博美さん、はい。それから続いて、大御所ケアレスミスサウンドワークス。はい、2バンド続けてご覧いただきたいと思います。今ならまだ間に合います。ハードロックハウスでお待ちしております。君のスカート
コンプレッション2013にお越しいただき誠にありがとうございます。今日はトップバッターを務めさせていただきます。今日はすいません、今日はたくさんバンドの方々がいっぱい出るんですけど、私一人で寂しく歌っております。今日とても緊張しているんですが、楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。よろしくお願いします。1曲目にいきたいと思います。午前2時の魔法、you
ました。午前2時の魔法という曲を歌いました。とても緊張しているのでお聞き苦しい点がたくさんあったかと思うんですが、すいません。私はですね、さっきも言ったんですけど、弾き語りで、ギター弾き語りで普段も歌っています。出身は長野県中野市という、知ってますか？長野県中野市聞いたことある方いらっしゃいますか？知らねえって感じですよね。えのきのキノコのえのきの生産量が日本一の市なんですよ。なんかそれぐらいしか。あとは あと久石譲さん、あのジブリの音楽手がけてらっしゃる方の出身地でもありますね。私小中高学校一緒なのが唯一の自慢です。これで国立音大の作曲家に行ってたら全部一緒なんですけど、ちょっと無理がありました。そんな感じですね。そう、出身は長野県で、で普段は津宮市を中心に活動しています。一応でもあんまりこういう箱で歌わせていただくことがなくてですね、なくてというかいけなくてですね、なんかちょっと、ね、気持ちがちょっと気負いがひどいんで、私なのであれなんですけど、今日初めて宇都宮市というか栃木県内で歌わせていただいております。ジョーカーさんが声をかけてくださってですね、本当にありがたいですね。ありがとうございます。で、そうですね、で普段は、ツイキャスってあのツイッター連動のネットラジオみたいなのを時々それもごくまれにやっているので、よかったら聞きにいらしてください。ありがとうございます。2曲、バーッとちょっと爽やかな感じの曲をお送りしましたので、っていうのもあれなんですけど、私結構曲がですね、ハードロックハウスという名前と半々しく合わない、なんか遠りした感じの曲が多くて、次の曲、そんな感じの曲なんですけど、遥かな空にという曲です。聴いてください。
ありがとうございます。春から空にという歌を歌いました。そうですね、これは私身近な人がまだあまり亡くなってはいないんですけど、変な話、亡くなってはいないんですけれど、すごくテレビっ子なのでテレビをよく見るんですね。でこう、この曲の前に話せばいいんだと思うんですけど歌った後にちょっと話してしまうんですが、中村勘三郎さん、勘三郎さんとか森光子さんとか、すごく日本の芸能界を引っ張ってきた方々がただただ続けに亡くなってしまった時期がありましたよね。それでちょっとなんか私関わったことのないのに、すごくその追悼式とかを見てはぁと思って書いた歌でした。前に喋ればよかったです、すいません。次もちょっとしっとりな感じの曲なんですが、普段ですね、結構日の赴くままに曲を書いているので、あんまり数とかですね量産できないタイプなんですけど、次出来たてほやほやの、もう昨日、もっと言ってしまえば今日完成した曲を私のふるさとの奈良の県はですね、とても冬寒くて、で雪深いところ でとても寒いので、冬は空気がとても澄んでいて星がたくさん見えて、こう宇都宮からでも帰ると、あ、こんなに星あったんだと思うぐらい見えます。ぜひいらしてください、いいところまで。そんな奈良の星の空を思い浮かべながら作った曲です。銀河鉄道の夜、発車と同時に。
みんなの鉄道の夜をお送りしました。次でとてもあっという間なんですが最後の曲になってしまいます。いつものごとく緊張であっという間に終わってしまうんですが、さっきもちょっと挟んでいたんですけれど、普段はツイッターで、なんか気ままにつぶやいたりですね、あとはツイキャス今からやりますとか今日何時からやりますっていうのもツイッターで、つぶやいております。で、私のツイッターアカウントなんですけど、私名前が中山ひろみって言うんですけども、ひろが皇太子様のひろの宮様のひろで、三髄に国っていう字で、みが美しいじゃなくて実るの方なんですよ。で、それを美しいの方にして検索するとプロゴルファーの人ができちゃうんですね。で、ミノルの方だと大体私のが出てくるので、でもなんか私のページそんな少ないので3ページ目ぐらいまで行っちゃうとプロゴルファーが出てきちゃうんですけど、そちらでもうだから名前一発検索でツイッターもフェイスブックもブログも全部引っかかると思いますので、今日ちょっとでも興味を持っていただけた方がいらっしゃったら、フォローしていただけると嬉しいです。ではあっという間ですが最後の曲を歌いたいと思います。次の曲もですね、さっきの遥かな空にとちょっと近いところがありまして、私の祖父が昔若い時に心臓病を患いまして、今ペースメーカーを入れて心臓に入れているんですけれど、そんな祖父からちょっとインスパイアじゃなくてインスピレーションを受けて書いた曲を最後に歌いたいと思います。聴いてください。ペースメーカThank you.
ありがとうございました。中山ひろみでした。この後もぜひたくさん楽しんでいってください。